リモート研究所江友です。今回は調査かける生成 AI ビジネスマンの必須ツールパープレキシティ AI の使い方と題しまして、このツールのご紹介をします。何か物事を調べたり考えたりする際にはチャット GPT やクロードジェミニ非常に便利ですよね。ただこれらのツールだと非常に便利なんですけど、やっぱり事実やファクトに基づいてしっかり情報を集めながら考えようと思うとやっぱり不安があるんですね。ハルシネーションと言われる間違った回答をされてるかもしれないし、何が根拠かもわからないということで、確たる情報を探す際にはやっぱり Google 検索をしたりとか自分で調べなしたなという時に使えるのがこのパープレキシティ AI でして、これを知っておくとチャット GPT やジェミニクロードもちろん使うんですけど、これと併用してさらに AI 活用をして調査であったりとか調べる業務を圧倒的に効率化できると思うので、ぜひ最後までご覧ください。内容としてはこのパープレキシティ AI とはと題して、まずは簡単にご紹介した上で活用事例、そして機能であったり有料版無料版の違い、使い方というのをご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは AI リモート時代に必要なツールノウハウ最新情報をビジネス視点でお届けしているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまずはパープレキシティ AI とは、パープレキシティ AI は元 Google の研究者が開発した検索や調査に特化した AI です。最新の AI モデルを活用しつつ検索結果に基づいた回答を分かりやすく教えてくれるというところが特徴があります。生成 AI というとやっぱり新しい情報とかをやったりデータを処理するというところに特化する部分が強みがあるわけなんですけれども、このパープレキシティはどっちかっていうと検索がメインで、その結果を AI 使って分かりやすく整理すると。実はパープレキシティ有料版になると裏側では GPT-4 も使えますしクロードも使えるという感じで、裏側っていうのはそうなってるんですね。ただ情報を集めるときにはメインを検索した上で集めて回答してくれるというところが大きな違いになります。で、特徴少し改めて説明すると、最新の情報を検索して回答生成できるというのが大きな特徴になっています。まず最新の情報、検索エンジンから毎回都度リアルタイムに情報を持ってくるので、完全に新しい情報であったり新しいニュースを対象にすることができます。そして2つ目、複数の情報ソースから確認できると。実は最近ですとチャット GPT でも有料版になるとブラウジングといってネットから情報を持ってくることができるんですね。ただブラウジングでネットから情報を持ってきてるんですけど、情報ソースが1個とか2個とか少ないケースが多いです。パープレキシティはメインが検索エンジンになるので10個とか20個とかですね、そういうソースをざーっと見て内容をまとめてくれるという点が違いになります。そして3つ目、情報ソースが分かる、辿れるということで、これも実はチャット GPT 有料版だと最近はできるんですけれども、パープレキシティ昔からどのサイトから根拠にしてこの回答をやったかというところが基本的に全て分かりやすく出ているので、ちゃんと事実確認をすることができる。そして4つ目、情報の範囲も絞れるということで、インターネット全体もありますし、アカデミックだけ、 YouTube だけ、あとまあ掲示板サイトであるラディットだけという感じで範囲を絞って検索をすることができるというのが違いになっています。チャット GPT や、まあ、ジェミニ、クロードとこのパープレキシティがどういうふうに違いがあるのか、ちょっと私なりにまとめるとこんな感じかなと思っています。まず前提としてチャット GPT 系の生成 AI と検索エンジンというのはどういうふうに違うのか。チャット GPT を使うシーンというのは新しいものを生成したり、あとデータを処理するという時に使います。例えば新しいアイデアを出したり、何か調べる時に論点を考えたり、文章の下書きを作ってもらったり、また既存のデータや文章があった場合にこれを考察分析したり要約したり、またプログラムのコードを作ったり、こういうのはチャット GPT を使うシーンですと。一方でじゃあ検索エンジンは何に使うかっていうと、既存のデータを探す時と事実やファクトを確認したり、ちゃんとしたデータを確認したり、要は誰かが書いた元記事にたどり着くためのツールが検索エンジンですので、チャット GPT と検索エンジンというのは用途やシーンが実は違うんですね。この部分が使い慣れていないと検索エンジンと一緒でしょうというふうに思っている方、まだまだそういうふうに感じる方も多いかなと思うんですけど、チャット GPT や生成 AI っていうのは何かを新しく作ったりデータを処理するためのツールであり、検索エンジンは誰かが作った既存のデータを探すツールであると。
じゃあ今回のパープレキシティ AI は何を代替するか、どこに当たるかっていうと、実は右側なんですね。これがすごい難しいところで、チャット GPT とかジミニクロードとパープレキシティって比較されたりするので、そっち側かなと思いきや、僕の中では Google かパープレキシティかっていう企画と、チャット GPT かジミニかクロードかっていうのはちょっと別なんですね。パープレキシティっていうのは検索の結果を非常に分かりやすく整理したり理解することができるデータなので、もう完全に Google 検索を使うときにパープレキシティを使いたいケースがあるというようなものになっています。ちょっとこの後具体的な活用シーンもご紹介できればなと思うんですけれども、こういう使い分けがあるので、このあたりがちょっと使い慣れるまではピンとこないかなと思うんですけど、まず生成 AI 系を使うシーンと検索エンジン使うシーンが慣れてくると別になりまして、パープレキシティはどっちかっていうと、この検索エンジン側を単に検索エンジンするんじゃなくて、パープレキシティの方が分かりやすくていいよねみたいな感じのツールに慣れてくると思えてくると思います。ちなみにこれは参考情報なんですけれども、5月の28日にチャット GPT、コパイロット、ジェミニ、クロード、パープレキシティ、この5つを比較してウォールストリートジャーナルの記者の人がどういうシーンだったらどの回答が一番良かったかってことを使って比較した結果があったんですね。で、比較結果これで、ポイントはこれ、総合的な評価は、なんとパープレキシティが一番高かったと。具体的には、要約したり、時事問題を探したり、コーディングをするといったタスクは、パープレキシティが高評価で、それ以外のカテゴリーの情報収集においても、結構上位にいるということがあります。で、実は裏側では、パープレキシティは GPT-4O を使っていたり、クロード3を使っていたりするので、ジェミニとパープレキシティとか、チャット GPT とパープレキシティっていうのは、ちょっと違うものっちゃ違うものになるんですけれども、一ユーザーが AI ツールとして何かの用途で使った場合に、パープレキシティの回答がピンとくるというふうになっているというのも、非常に面白いデータなんじゃないかなと思っています。さて、ここからですね、具体的にじゃあパープレキシティ AI はどういうシーンで活用するのかというのをシーンをご紹介しつつ、実際に私が最近こんなことやってるよというのをやりながらご紹介したいと思います。で、パープレキシティ AI の活用シーンなんですけれども、一言で言うと生成ではなく検索したいときで、さっきご紹介したように Google 検索ではない感じになります。 Google 検索でもいいけども、パープレキシティの方が便利そうだなっていうシーンで使うということになります。特に私がよく使うビジネスシーンでは、例えば業界の情報をまとめたり、最新のニュースや事例をまとめたり、あとは特定の企業を調べる、こういうシーンでよく使ったりします。さて、実際にどんな風に使っているのか画面出しながらご紹介したいと思います。例えばですね、最近会計士事務所の大学院で講義を持っているので、会計士業界における生成 AI のインパクトっていうものがどんなのがあるのかなというのは考えているので、例えば会計士業界における生成 AI の影響みたいな形で検索すると、でこれはチャット GPT に聞いてもアイデア出るんですけど、もうちょっとこう調べる際には具体的な情報とか根拠に基づいてやっぱり情報提供したいわけですね。生成 AI だとこんな可能性があるよとかアイデアがあるよというものは無数に出せるんですけれども、今回の場合はまずは現状として実際どういうような事例があるのか、ケースがあるのかというところに基づいて回答したいなというふうに思っているので、新しいものを考えるというよりは既存のデータに立脚して話をまとめたいんですね。こういう時にはやはり既存データを元にして話すのがいいかなと思っていて、 Google 検索をするかパープレキシティかという話になります。さて、パープレキシティはこんな感じで10件以上のデータを元にして回答をまとめてくれてるんですね。こんな感じで会計士業界に与える情報というところで、どんな影響があるのか、業務効率化、代替可能な業務と不可能な業務があるよねと、役割も変化するよねという感じで、さまざまな情報をまとめた上でこのような感じにまとめてくれると。で、下に行くとこんな感じでいろんなですね、関連質問を考えてくれて、 AI が会計士業務にどのように導入されているのかということで、まさに現状を実際にどれぐらい導入されているのか、将来の可能性ではなくて今現時点でどんな風に導入されているのかということを知りたいわけなんで、これを検索してもらって今まとめてくれていると。これを Google 検索でやろうと思うと、自分で同じように検索して一件一件ページを見て、そこからピックアップしてくると、でまとめていくということをするわけなんですが、まさに同じことを今やってくれているわけですね。こんな感じで、でこれ丸1番丸3番丸6番というふうにあるのは根拠でして、これを押すとこの元データである具体的なページに飛んで、実際どんなこと書いてあるのかというのを確認しに行くことができるというものになっています。なるほどなるほど。
なんでこれを実際に検索エンジンにやろうと思うと、このまとめる部分とか見に行く部分を全部自分でやる必要があるんですが、その部分をパワープレキシティが代替してくれていると。で、根拠が何なのかというところまで確認してくれているわけですね。会計士具体的な活用事例、活用事例と、まあ、このような感じで検索を試みますと、多分もっと具体的な、この企業はこんな風に使ってますよみたいな結果になってくれるんじゃないかなと。で、この辺はチャット GPT だとちょっと怪しいわけですよ。その捏造されたりとか、本当に根拠に基づいた事例が出てこない可能性が高いなという期待になるんですが、パワープレキシティの場合は検索エンジンと同様で、どっかに書いてある情報から内容をまとめてくれるので、そこの間違ってるような懸念っていうのは非常に少ないんですね。請求処理の自動化と。なるほどと。企業名も教えてと。で、今回はやっぱこう説明するときに、具体的にこんな企業ですよとか、この会社がこうやってますよっていうふうに言いたいなと思って、もちろん事例を探しているので、今まとめすぎていて、あんまりちゃんと具体的な会社がわからないので、企業名も教えてという感じで依頼します。このあたりは結構そのチャット GPT と似てますよね。要は要望をして、ちゃんとプロンプトとして何が欲しいかって与えることによって、まとめる情報をどういうふうにするのかというのがわかるので、多分さっきもですね、裏側では企業の情報は当然探して持ってるとは思うんですが、まあ、こっちがそういう依頼をしていないので、そういう回答にならなかったと。さて、今回企業名も教えてと入ってきたので、デロイトであったりとか PWC であったりとか、具体的な会社名を入れた上で、その会社がどう使ってるのかと。まさに欲しいのこれですよね。これを自分でやろうと思うと、一件一件見て全部これ指針整理したりとか確認していく必要があるわけなんですけど、このようにパワープレキシティを使うと、ネットの検索情報をバーッと見てくれて、それを確認していくことができると。さらにこんな感じでバンバン深掘ることもできるので、自分の思考も進んでいきますし、整理されてより整理が進むという、まさにこれがですね、業界を調べたりとかしていくというふうにやるところで使っているシーンになります。またこの特定の企業を調べるというのも、やはりネットで検索をした上でデータをまとめていくので、チャット GPT だとなかなか実際の個社データがなかったりとか、ジェミに行くと個社データあるんですけど、ちょっと本当か怪しかったり違ったりするケースが結構あるんですよね。こんな時にパワープレキシティを使うと、まあ、ネットから検索してまとめるだけなんで、データは正しい可能性が高いかなという期待値で行うことができて便利です。例えば、まあ、戻りまして、例えばメンバーズのビジネスモデル、株式会社メンバーズのビジネスモデルとして検索をしますと、まあ、ちなみにこのプロサーチっていうのは、無料版だと1日、あ、4時間に5回かな。有料版だとほぼ使い放題という感じになるんですが、ちょっと賢くですね、一回検索したものをまとめやすくしているというもので、プロサーチを使わなくても同じような感じで、そこそこいい結果が出てきます。ただビジネスモデルとして出てきまして、このような感じでメンバーズっていうのはどういう会社かっていうことを書いたわけですね。デジタルクリエイターを育成していると。メンバーズのビジネスモデルの特徴はと、まあ、このようにその知らない会社とかよくわかんない会社がある場合に、下にこう関連も出てくるので、一個一個読んでいきながら、まあ、その会社の特徴であったりとか、その会社の強みであったり、わからないことは質問していきながら理解を深めていくと、まあ、このように検索をしながら使っていくという時に非常に便利に使えるのがパワープレキシティで、まさに今日もですね、とある会社にアポイントがあったんですけど、スマホでも使えるので、スマホのアプリで同じことをして、わかんないところを深掘っていきながら確認するというのをやっていきました。こんな感じですね。でもデジタルクリエイターって何なのかと。デジタルクリエイターとは、わからない単語とか知らないことがあったら、まあ、聞きながらやっていくことによって検索できるわけですね。IT 技術を活用してデジタルコンテンツを制作する職業ですと。なるほどと。ちなみにこれ
チャット GPT とかよりもパープレキシティの方がこの質問の中に、例えば今回メンバーズっていうのはもともと入れていたんですけれども、メンバーズをなくして追加で質問するとちょっとこのようにメンバーズから離れて質問回答返ってきたりするので、これは癖なんですけど、またメンバーズに戻そうと思ったらメンバーズの何々とかっていう風にちょっとまた言葉を変えてやっていく必要があると。メンバーズの強みは、ただこのスレッドの内容を全部忘れているわけではないので、まあ、ある程度覚えながらも質問に会社名とかをなくすともっと一般論に切り替えて検索されるので、ここはちょっと癖で、あのチャット GPT の方がより覚えて回答する傾向があるので、ちょっと覚えながらやっていくのが重要になります。なるほどですねと。まあ、ちなみにリモートワークの先駆者は僕が作った会社なんですけどね、実は、まあ、グループ会社になったんで、まあ、それがこうやって入ってるのかなというふうに思いますね。さて、まあ、こんな感じでまとめていきまして、実は最近やってるのはですね、ちょっとこれはプラスアルファのあれなんですけど、パープレキシティはネットから検索して持ってくるのでかなり高い確率でデータが合ってると。これをチャット GPT のブラウジングとかジェミニとかだと中身が本当に合ってるかなって不安が結構あるので、なかなかそのまま使いにくいんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、かなり高い確率でちゃんとネットから検索したものは出てるだろうという期待値があります。でこの後にですね、例えば GPTs とかで、私の場合ですね、会社ごとにそのバリューチェーンでどんな風に生成活用できるかみたいな GPT を作っているので、例えばこのように会社を入れてあげると、この入力した会社が実際にどういう風なバリューチェーンでこの生成 AI を活用することができるのかというのをですね、今度はチャット GPT に行って、要は活用方法を考えるっていうのは新しい可能性を考えるということになるわけですね。でこのような感じでメンバーズの活用方法はデジタルクリエイターを育成するっていうバリューチェーンのプロセスの1個、CSV 経営を推進するっていうまた取り組みがあって、ここで生成こんな風に活用できるんじゃないか、まあ、このような感じでこっちは新しいアイデアを考えるわけなんで、まあ、GPTs であったりチャット GPT が得意領域ということで、検索で正しいデータをまとめたパープレキシーデータを新しいものを思考するチャット GPT に持ってきてインプットで与えると。でチャット GPT でもブラウジングでできないことはないんですけど、データがちょっと少なかったりとか本当に合ってるか怪しい不安っていうのがまだまだあるんですね。パープレキシティはほぼ検索エンジンを分かりやすく回答しているというツールなので、そういう懸念がないというところで、こんな風に実務上は使い分けて、まあ、強み弱みを生かしながらやってるということになります。なのでもう一回同じ資料になるんですけど、チャット GPT では、新しいものを生成したりデータを処理する、検索エンジンとかパープレキシティは既存のデータを探してまとめるという感じで、パープレキシティは完全に検索エンジン代替ですね。なんでもむしろ Google からするとチャット GPT よりも今直接ダイレクトに取り合ってるのはパープレキシティだと思いますね。まあ、もちろんパープレキシティの方がそこまでこうなんていうんですかね、認知度がチャット GPT に比べてユーザー数が劇的に多いわけでもなく、今時価総額もですね500億ぐらいかな、そこまでめちゃくちゃ大きくはないと。オープンAI 10兆円なんで、まあ、規模感は全然違うしユーザー数も違うわけなんですけど、まあ、とはいえこのパープレキシティがどんどん進化すると脅威かなと思いますし、またチャット GPT がパープレキシティのような検索エンジンサービスを出すんじゃないかという話もありますので、そうするともしかしたら僕もそっちを使ったりとか乗り換え余地があるかなと思うんですけれども、まあ、結構前からこのパープレキシティは検索をまとめるというのを主軸にした上で、そこにいろんな生成 AI を載せていって整理してくれたりとかレコメンドしてくれたりするというところで一律の調があるかなと思うので、まあ、どうなっていくのか非常に楽しみだなと思っています。さてここからですね、パープレキシティ AI の具体的な機能であったりとか使い方を簡単にご紹介していきたいと思います。まあ、実際画面もお出ししたんですけれども、まあ、特に最初は無料版使う方がほとんどかなと思うので無料版を中心にご紹介できればと思います。で、パープレキシティ AI の主な機能とプランというところで、まあ、主要な機能をまとめております。上から見ていくと料金、実はパープレキシティは無料登録しなくても使えるので、無料登録しないのが一番左、無料版の登録ありが真ん中で、有料版が右側という感じになっています。で見ていくと、まあ、無料版のところが重要かなと思うんですけど、料金当然無料ですね。でメイン機能である検索して要約したりとか、そういったものは無料でも有料でもどっちもできます。でプロサーチというのが、さっき私が実はお出ししたのはプロサーチ版でして、要はちょっとこう賢くですね、検索の質問に対して直接検索するんではなく、もう一歩考えて何をしたらいいか
多段階で処理した上でまとめてくれるという賢い機能がプロサーチになりまして、ただプロサーチがなくても結構いい結果出るなという印象があるので、最初は無料版でもいいんじゃないかなと。ただやっぱり難しいことになってくると、さっきのプロサーチがあった方が気を引かせてくれる印象もあるので、まあ、これ使いやすいなと思ったら有料版に行く手があるんじゃないかなと思います。また上から4つ目、パープレキシティページーズという機能がありまして、後ほどご紹介しますが、さっきのようにこう調べていくだけではなくて、誰かに共有するためのリサーチ結果をパープレキシティで作って、簡単に誰にでも共有できるみたいな機能が最近リリースされたんですね、パープレキシティページーズ。これを使うと、ある論点とかテーマに関するまとめのページをすごい簡単に作れるということで、これは無料版では使えなくて、有料版では使えます。AI 界隈ではちょっと話題になってるんですけど、まあ、これは好きな人のツールって感じですかね。めちゃくちゃ使う用途があるかっつったら正直そうでもないんじゃないかなと思います。続いて5つ目、ファイル分析。まあ主に PDF ファイルとかソースコードをアップしてできるよと。無料版でも3ファイルまではできます。で、こちら無制限と。あ、でごめんなさい、ちょっとプロサーチャーです、間違えました。1日5回は無料版でも使えるので、なんでプロサーチャー無料版で試してみて、すごいピンときたら有料版にするというのがいいですね。これ失礼しました、今ちょっと読み上げて途中で気づきました。で、あとはですね、使える AI のモデル、アカウントの人は GPT3.5 らしいんですけど、無料版で登録すると GPT4。ただ4はまた4時間に、5回までと。ごめんなさい、こっちの4時間だな。ちょっとわかりにくいですね。1日あたりが有料版で、無料版の、プロサーチと GPT4 は4時間に5回という制限らしいんですが、まあ、こんなことができると。で、有料版になると、さらにクロード3を使えたり、新しいモデルを使うことができます。で、スレッド履歴というのは、まあ、利用のログみたいな感じで、ゲストアカウントだと当然ログは残んないんですけど、無料版だったら残るよと。また、有料版では API としてプログラムから使うこともできまして、まあ、これはあんまり一般的なビジネスマンが使うことはないかなと思うので、まあ、参考情報って感じですね。ところで、この上の検索要約の機能、プロサーチ、パープレキシティページ、ファイル分析、で、簡単にまあ AI 設定という、この5つを画面見ながらご紹介していきたいと思います。で、まずはこれパープレキシティですね。ここでプロを切り替えることができて、無料登録した人は、4時間5回まで使えると。有料版の方はほぼ無制限で使えるという状況になります。これ結構外してやっていきたいと思いまして、まあ、普通に例えばですね、GPT-4 の例えば活用事例みたいな感じで検索をすると、バーッと検索をしてくれて、その内容をこのようにまとめてってくれると。で、無料版の場合には、このまとめる機能が GPT3.5 なので、有料版に比べると若干精度は低めと。まあ、ただですね、無料版でも結構精度出るなと思ってまして、実は私最近有料版にしてるんですけど、ページーズが使いたかったという理由で、検索だけだったら正直無料版でも結構いいなというふうに思っていました。さて、こんな感じでいきながら、下の方に関連検索が出るので、さらに気になるものがあったらどんどん追加していくと、追加で質問することができると。で、この左側にログが残って、後から自分が検索したものを確認することができる。というのが、まあ、基本的な機能ですね。はい。で、まあ、ちょっと戻りまして、で、これ、フォーカスと書いてあるんですけど、ここでネット全体にするのか、アカデミック、もしくは検索せずに文章作成とかだけ、ウルフラムアルファという計算エンジン、YouTube、ラディット、というふうに範囲を絞ることができまして、例えば YouTube に絞って、また GPT-4 の活用事例みたいな感じで検索をしますと、今度は YouTube の中だけで検索をしていくという感じになりまして、ちょっと検索の範囲が変わったネットが出てくるんですね。まあ、なので最近特に YouTube とかだと、この具体的な感じで、まあ、よく知ってる方々も右側に出てきておりますけれども、まあ、こんな感じの YouTube に絞った形でどんな話が行われているかというふうに絞ることができたりですとか、あとはアカデミックに検索した上で、生成 AI の、業務生産性への影響とかってやると、まあ、アカデミック系になるので、要は論文であったりとか、そういうものを基本的にメインとした根拠で確認することができるので、まあ、なんていうんですかね、まあ、ネットの記事って、その、書いてある記事が本当かってまた分からないじゃないですか。生成 AI だと、そもそも AI が使っていて何か分かんないという問題があり、で、ネットの回答の場合は、ネットの回答が本当に合ってるのかなという懸念があるわけなんですけど、まあ、このアカデミックになってる方が、より、内容として、根拠に基づいた内容が、論文的なものになっているので、確認がしやすいと。で、今回残念ながら、まあ、生成 AI って新しいテーマなんで、あんまりデータがなかったというものも出てしまったり、ただ英語の論文が多いんで、ちょっと日本語でやってしまって、うまく計算できないということもあるかなと思うんですけど、このように範囲を限定することによって質問することができると
いうのが基本機能でして、さっきの1番ですね、この検索要約というところになります。続いてプロサーチですね。プロサーチまた戻りまして、プロサーチに行きますと、ちょっと難しい質問にして、生成 AI の、失礼でしょ、バツで戻りまして、このプロサーチをオンオフにすると切り替えることができるわけですね。例えば、生成 AI、変に検索が進んじゃうんですよね。ちょっとこれがね、ちょっと不愉快というか、面倒くさいところなので、ちょっとテキストで入れた上で検索したいですけど、このね、ちょっと押しちゃうとよくあるんですよね。まあ、ちょっとそう難しい感じの、文章で、制裁を会計業務で活用するパターン成功事例、公認会計士なのではなくて、社内の会計業務という感じで検索すると、まず普通にやると、まあ、ここからですね、内容を考えてくれて、まあ、これに近いものを検索してくれて、出してくれると。まあ、これはこれで全然悪くないというか、普通に検索してこんな感じで出してくれるんですけれども、まあ、これが普通の検索ですね。で、これをプロ使ったらどうなるのかってことで、プロでやってみると、プロの場合は、この内容をちょっとこう分解してくれて、もうちょっと新しいですね。さっきはいっぺんに検索しておしまいって感じだったんですけど、含まれてる内容を中で分割した上で、それぞれ検索してまとめて出すというような感じになってるんですね。まあ、今回はそんなに難しいあのパターンではないんですけども、このように複数のタスクにまとめて、それぞれ別に考えた上で整理する。みたいなことが、ちょっとこう賢いエージェント的というか、単なる、言われたものを単にキーワードにして検索するだけではなくて、この趣旨とか目的を考えた上で検索して考えてくれるというのがプロ機能ですね。もしやってみると、プロ機能、例えば、生成 AI。で検索すると、これって意図わかんないじゃないですか。そうすると、できちゃってる。生成 AI の、ちょっとまあタイプしたとして、生成 AI のって入れると、これが何なのかということで、これって意味がわかんないですね、基本的には。そうすると、このプロサーチの場合は、あ、これ文意がわかんないなってことで、もうちょっと具体的な内容を教えてくれると確認した上で検索に行くんですね。これがプロじゃない場合どうなるかっていうと、そういう確認は入らず、まあ、普通に検索を行われるだけということで、ちゃんとこう質問の分位を組んだ上で、多段階の分割をしたりとか、意図がわからない場合には確認するというのがプロの機能で、そうじゃない検索の場合は普通に検索してまとめるだけというふうな違いがあります。これ無料版でも一定使えるので試してみてください。続いて上から3つ目、パープレキシティページーですね。ページーズは、ちょっと面白い機能ということでご紹介なんですけども、ページ通すと、まあ、さっきのように似た感じで検索ができるんですけど、例えば、生成 AI の会計士業務への影響、インパクト。というテーマでページを作りたいですよ。というふうに今この右側からページというのを選びまして、作ってタイトルを入れます。で、誰に伝えるのか、全員、初心者、専門家、初心者向けにこれを書きたいというふうにやると、まあ、さっきの似たような感じで検索をした上で、その検索の結果から今出ているように、ちょっとこの絵がなぜこうだったかわからないですけど、全然会計しかないんですが、まあ、扉画面、扉の絵って感じですかね。こんな感じで段落を切った上で、それぞれの段落ごとにこう内容を書いてくれるんですね。出てくる情報はさっきに似てるんですけど、大きな違いがですね、これ終わったものは公開することができて、誰かに共有したりとか、あと共有したものが実はインターネット上でもうページとして出まして、検索結果に出ることができるというのが違いになります。最近試された方ですと、このパープレキシティページーズを使って、ちょっとこう特定のテーマ、マニアックなテーマでページを使ったところ、結構検索エンジンが見られているという話もありまして、まあ、そういうような、こうなんていうんですかね、自分で整理したものを公開して、要はまとめページですよね、要するに。昔なんかネイバーまとめとか流行りましたけど、それを AI で作って公開もできるというような、ちょっと新しい体験というか、情報の整理であり、また情報の共有の新しいパターンができているという感じになります。で、内容は、例えばそのメディアティプラステキストで表形式で具体的に、として、このセクションの中で生成 AI とリアルタイム分析とかってやっていくと、このセクションをどんどん足して、このパーツを追加することができ、追加したパーツに関しても全部 AI が自分で考えて内容を作ってくれるので、まあ、これまで人間がやっていたようなまとめであったりとか、整理って部分をこんな風に簡単にパーツをボン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 足していって、知りたい内容っていうのを整理して分析することができると。
で、これ公開と押すと、実はもうネットに公開されまして、リンクをコピーして共有すると、普通にこのページを見ることができると。一般ユーザーも実は公開して見ることができます。さあ、ちなみに私もですね、これ数日前から有料版にして、このページーズを見てるわけなんですけども、ですね、私が作ったページーズ、これだな。どうなのかという感じ、ちょいちょい作ってるんですけど、まあ、そんなに見られてないですね。GPT ファインチューニングの活用例というページは、まあ、多少見られていて、まあ、サブチャンネルで上げたから、そっちから見られてて、検索じゃない気もするんですけど、まあ、こんな感じでファインチューニングの方法を、まあ、自分が知りたかったので、普通にどんどん調べていき、で、別に隠すものでもないというか、まとめたものは普通に共有してもいいから共有したという感じで作れていくのがページーズで。まあ、実際このページーズがどのぐらいの用途であったりとか、まとめて使うのか、意味があるのかってことは、ちょっと使いながら模索かなというふうに思ってるんですが、なんか情報を整理して、それをまあ誰かに社内であったりとか、知り合いに共有するってことは、まあユースケースとしてはあり得るかなと思っていて、これを人間がまとめるんではなくて、誰かがやってくれると。まあ誰かというか AI がやってくれるということに関しては、一定の活用シーンがあるんじゃないかなと思っており、これから試していけるといいかなと思っています。またこれすごい面白くて、活用シーンが広がったら、これ特化して動画を作ろうかなと思いますし、サブチャンネルとかで遊んでるので、関心がある方はご覧ください。さて続いてファイル分析ですね。まあ、これはいわゆるファイルをアップロードして中身が見れるという機能になりまして、例えばこれ添付して PDF ファイルで、今論文を PDF 添付しているんですけれども、でこれ勝手にもうこれ関連の質問というか、これをやろうと出てきましたが、そうするとこのファイルをベースにしてファイルの中を検索した上で、まあ、一番重要なポイントをまとめてくれるという感じになってるわけですね。まあこれチャット GPT でもファイルを添付してまとめることはできますし、ジェミニであったりとか、そういうものでもファイルを添付してやることはできるかなと思うので、まあそういう似たような機能になるんですけれども、まあこんな感じで元データから参考になって内容をまとめてくれたりすると。で、もちろん日本語で。とかってやると、アップロードしたデータ元に、まあ、ちょっとこれ英語になっちゃったんで、英語のまとめになっちゃいましたけど、日本語でお願いするというふうにやると、日本語でまとめてくれると。まあ、これちなみに GPT がどういうふうに社会に影響を及ぼすかというような論文ですね、これは。まあ、で、こんな感じで関連の質問がどんどん出るので、まあ、この PDF と対話する形で思考することができるというのが、まあ、特徴というか、面白いところかなと思いますね。で、最後、AI のモデルということで、まあ、これは有料版になると、いくつかのモデルを選ぶことができ、無料だと、ま、限定されているという話になります。有料版で設定に行きますと、まあ、このあたりで、モデルのですね、確認をすることができまして、僕はデフォルトなんですけど、まあ、いくつかのいろんなパターンがあって、まあ、GPT-4O も使えますし、これ、ソナーラージっていうのは、ラーマ3を元にして、パープレキシが使ったということらしいんですけども、まあ、今のところはデフォルトを使っていて、まあ、選ぶことはしていませんが、こんなことを選ぶことができるという感じですね。はい。ということで、簡単な使い方は以上になりまして、まあ、無料版でも、むしろ登録しなくても使い始めることができまして、冒頭にご紹介したような最新のデータに基づいて、根拠に基づく検索を AI でできるという感じになるので、チャット GPT とか、ジェミニとか、クロードとは全然別の Google 検索で調べなくちゃなっていう時に、ぜひ何度か使ってみていただいて、ピンとくるようであれば、ガンガン使っていただくといいんじゃないかなと思い、まあ、個人的にはさっきご紹介したような、新しい物事、業界を調べるとか、事例まとめるとか、特定企業を調べるという時には結構重宝していて、チャット GPT とかよりも安心して多分正しいんだろうなという期待して使うことができるのが全然違う点かなと思っています。ところで本日の内容以上になりまして、最後に簡単に告知をさせてください。7月17日に生成 AI サミットというイベントを行います。生成 AI の様々な領域の専門家をお呼びしまして、最新の活用事例であったりとか面白い情報を共有するというのを1日ですね、多分12時から6時半という感じで結構長いイベントになるかなと思うんですけれども、まあ、オンラインですので時間限定でも全然問題ございませんので、ぜひご参加をよろしくお願いします。こちらのページになりまして、非常に多くの、私も当然登壇しますし、チャット GPT 研究所石川さんや、プロンプトアーティスト林さん、またフィクサーの高桑さんや、ウィールの田村さん、また海外枠でも何名かお呼びしたりとか、実践枠で実際使っている方をお呼びして、まあ、話をどんどん私がまあ司会として深掘っていこうかなと思うので、ぜひ参加をよろしくお願いします。また、7月17日以降も多分別のイベントを企画して、うちの会社のウェブページで共有してるかなと思うので、ぜひどんなイベントやってるかを、まあその7月18日以降にこの動画を見てる方は、
ご覧いただければ幸いです。多分第3弾第4弾とかやってると思います。また会社の方では様々な生成 AI 活用のご支援をしております。まずは社内の意識を高めたいというところで社内講演もやってますし、またアドバイザリーで入らせてもらってどうやって使っていくのか、実際にどう活用するかを議論しながらユースケースを作って社内で展開していくというのもやっています。また一人一人に活用するために研修なんかもしておりますので、ぜひ関心がある方はご相談いただければ幸いです。また、LINE ニュースの方では毎週の AI ニュースであったりイベントのご案内しているので、ぜひ LINE 公式登録をよろしくお願いします。 YouTube 動画非常に多く出しておりまして、特に重要なものは再生リストをまとめて共有しておりますので、こちらもご覧いただければ幸いです。ということで本日の内容は以上になります。パープレキシティの動画はちょっと今更感というか、すごい流行りっていうよりはパープレキシティページーズの動画が最近ちょっと多いなというふうな印象はあったんですけれども、まあ、やっぱり実際自分がパープレキシティは本当に使ってるなというようなイメージがありましたし、まあ、今日ご紹介したようにチャット GPT とか、クロードとは全然違うんですよね。 Google 検索で行くときにパープレキシティで行くか Google で行くかっていう風な選択肢に私の中ではなってまして、ちょっとこれはまだ言語ができてないんですけど、なんか普通の検索時間であったりとか、その本当にもう特定のページにたどり着きたいだけ、なんかその検索とページが一対一対応してて、そこに行くだけだったら Google 検索かなって感じがします。一方でいろんなページを確認していろいろ調べなくちゃいけないな、複数のソースがありそうだなっていうの時には、まずはパープレキシティで行ってそこでまとめてもらったやつからたどり着くみたいな感じで、簡単な検索は Google、 ちょっと難しい調べ物はパープレキシティみたいなのがざっくりしたイメージで、そんな風に使い分けてるんですけれども、まあ、非常に便利ですし、まあ、これを使うことによってちょっと新しく調べるのめんどくさいなみたいな時に有効かなと思うので、ぜひ今回の動画を参考に使ってみていただければ幸いです。いいねやコメントお待ちしております。それではまたお会いしましょう。リモートワーク研究所では、リモート時代に活躍して稼ぐためのツールの使い方やノウハウをどんどんご紹介していきます。ぜひチャンネル登録していただいて、私と一緒に学んでいきましょう。